昔々、ある遠い国のどこか、粉引き職人と三人の息子が暮らしていました。父親が亡くなり、長男は粉引き小屋、三男は猫を譲り受けます。三男は戸惑います。二人の兄弟とは違い、猫一匹でうまくやっていくことは無理だと思ったからです。猫を見ながらつぶやきます。猫をもらって何ができる？食べることもできないし。しかし突然、奇妙なことが起こります。なんと猫が膝から飛び降り、話し始めたのです。あなたは勘違いをしていらっしゃる。あなたが思っている以上に価値があるのです。彼は、唖然として喋る猫を見つめます。そして慌てて尋ねます。価値があるだって？そのためには、まず、袋と、帽子と長靴をいただければ分かっていただけるでしょう。落ち着きを取り戻し、若者は考えます。この猫は話せるぐらいだから何か考えがあるに違いないと。よし、じゃあ試してみよう。若者は猫が望んだものを与えます。猫は帽子をかぶり、長靴を履き、鏡に向かってポーズを決めます。そしてレタスと人参を一つかみ、袋に入れて出かけます。そして森にたどり着くと、袋を開けてそれを地面に置きました。しばらくすると新鮮な野菜の香りに引き寄せられて、ウサギがやってきます。レタスと人参を食べようと、ウサギは袋に飛び込みます。すると猫はすぐさま袋の口を塞ぎ、中にウサギを閉じ込めてしまいました。猫はウサギを若者のところへは持っていかず、お城を目指します。そして門番に、王様に会わせてくれるようにと頼み込みます。帽子をかぶり、長靴を履き、話をする珍しい猫を見て、門番は猫を王様のところへ通します。国王陛下、カラバの王子からの贈り物を持ってまいりました。私のご主人様カラバ王子があなたのために取った新鮮なウサギでございます。王様はその贈り物を喜んで受け取ります。猫はそれから長い間、狩りをしてはその動物を王様のところへ届けることを続けます。そのうちに王国の人々は皆王子の寛大さと富を噂するようになります。日に日に王様の関心が高まり、ある日王様は長靴を履いた猫に尋ねます。君の主人は若いのかい？はい、若くとてもハンサムであります。裕福かね？とても裕福ですとも。喜んでお城に招待いたします。王様と王妃はそのハンサムな王子に出会えると聞き、とても喜びます。もしそれが本当なら、娘の結婚相手としてこの王国にふさわしい王子に出会えるかもしれませんわね。王妃は言います。数日後、王様が家族と町へ出かけたという噂を聞きます。この日を待ってたんだ。猫は若者のところへ飛んで帰ります。今すぐ川へ行かねばなりません。さあこちらです。若者は何のことやらわけがわかりませんでしたが、猫の言う通りにします。なぜここに来たんだい？泳ぐんです。泳ぐ？僕は泳げないんだよ。それはいい。さあ今すぐ服を脱いで川に入ってください。どうか私を信じて。若者は服を脱ぐと川へと入ります。すると長靴を履いた猫は彼の服を茂みに隠します。そして王様が川岸を通りかかるのを見計らって馬車の前に飛び出します。助けてください。カラバ王子が川で溺れています。王様はすぐさま家来を川へ向かわせます。その間に
長靴を履いた猫は泥棒に服を盗まれたのだと王様に説明しました。王様は家来を呼びます。よし、王子のために最高の服を用意するんだ。新しい服を着た若者はまるで本物の王子のようです。彼が王様のところへ向かうと、その様子を王妃と娘も見ていました。若者は王様の前にひざまずき言います。なんとお礼を申してよいかわかりません。我が主人カラバの王子は王様を喜んでお城へご招待いたします。では準備をしてまいります。そう言うと猫は走り去ってしまいました。若者はなぜ猫がカラバの王子と呼ぶのかわけがわかりませんでしたが、何か思惑があるのだろうと思い黙っていることにしました。そしてその時、王女はそのハンサムな王子を一目見て恋に落ちてしまったのです。その頃、長靴を履いた猫は巨人の城へと向かっていました。その途中、村人に声をかけて回ります。王様がやってきます。もし彼が誰の土地かと尋ねたら、必ずカラバの王子のものだと答えてください。そうでなければ罰が与えられます。長靴を履いた猫は村を駆け回り、出会う人すべてに同じように言って回りました。そうして王様の馬車が着く頃には、皆が口を揃えてカラバ王子の名を口にします。王子がこれほど広大な土地を所有していることに王様は驚き、そして喜びました。その頃、長靴を履いた猫は巨人の城にたどり着き、ドアをノックしていました。大きな音を立ててドアが開きます。帽子をかぶり長靴を履いた猫を見て巨人は驚きます。その上、その猫が話し始めたので驚きのあまり声も出ません。やあ、ごきげんよう。お前は誰だ？俺の城に何しに来た？長靴を履いた猫は計画を実行に移します。まあ言うなれば、私は王様の使いなのだよ。あなたが素晴らしい魔力を持っていると聞いたんだ。ああ、そうだと思う。例えばだよ、とても大きなライオンに変身できるかい？もちろんさ、そんなの簡単だよ。そして巨人は魔力を使い変身します。猫は恐れおののき、できるだけ高いところに飛び移ります。ああ、よくわかったよ。それを聞いて巨人は元の姿に戻ります。なんて素晴らしいんだ。だけど小さな動物に変身するのは不可能だろう。どうだい、できるかい？不可能だって？どんな動物にでも変身できるさ。じゃあ、小さなネズミには変身できるかい？あまりにも大きな声で巨人が笑うので、長靴を履いた猫はその場に立っていられませんでした。そして巨人は魔力を使い変身します。巨人がネズミに変身するや否や、長靴を履いた猫はネズミに飛びつき、一口で巨人をやっつけてしまいました。そしてその頃、王様の馬車は巨人の城へやってきていました。猫はすぐさま駆け寄ります。国王陛下、我が主人カラバの王子のお城はこちらです。どうぞお入りください。王様、王妃、王女、そしてもちろん若者もお城の素晴らしさに驚きます。お城へ向かって歩いているとき、王妃が若者に尋ねます。あなたは結婚しているの？いえ、結婚お許しくだされば必ず彼女を幸せにします。そしてお城では二人の婚約を祝う晩餐会を行います。そしてその後、二人は結婚式を挙げました。
りでしょう。私にはあなたが思う以上に価値があると。その日からというもの、長靴を履いた猫は王子の忠実な家来として一緒に暮らし、家族は皆末永く幸せに暮らしました。